触れるだけでインストールが可能なのに、やはり彼は。マスターもたもたしすぎではありませんか。そのメガネねじ曲げていいでしょうか。まあ待ちたまえ、さくら。妙だな。確かに人格データが不安定になってきているようだ。俺のプログラムに不備はないはずだが。ちょっと、あなたが帰った後、さくらは元に戻るんでしょうね。ああ、問題はない。そして時間もない。インストールを済ませ去るとしようか。ハーメス、ミッションデータのインストールするのか。ハーメス。そうだ、ハロよ、受けてもらおう。インストールナンバーゼロ、このプログラムを受け読み解く者、何時、すべての希望を捨てよ。マスターハーベス。何それ、ハロも付き合わなくていいから。そんなのにマスターハーメスのダサかっこよさにイチャモンつけるのは許しませぬぞ。あんたもよ。小隊長も乗ってあげなくていいの。図に乗るでしょ、あいつが。ブレイクミッション登録完了。問題なし。いつもより問題なし。それは何よりだ。そして小隊長君はやはり見込みがある。いつか俺の域にまで到達するだろう。しないでよ、絶対。いかん、そろそろ俺に定期スキャンがかかる時間か。戻らないとあなたが制御下から外れていることがバレるってことね、管理システムに。俺ともあろうものがこの時間を少し楽しんでしまったようだ。ユノ・アスタルト特務総長、最後に一つ忠告しておく。サクラスラッシュを信頼しすぎるな。ふふふ、こんな私にご用心。肝に銘じておくことだな、へちゃむくれめ。そりゃこんなん信用しないけど。この不安定さが俺のプログラムが変異を起こしているためか、彼女のウイルス防壁のせいかはわからん。だがさくらは管理システムから送り込まれた存在、モニターされていることを忘れるな。俺が俺でない状態で出会った時も言動に気をつけたまえ。我々が管理システムに造反していることが看破される恐れがある。気づかないふりをしろってこと？方法は任せよう。聡明な君のことだ。下手な真似はすまい。そうですか。意外と間が抜けてますがね、この質問マニアは。もうこいつ持って帰ってくんない？というかさくらは今回の件を覚えているの？今回の状況については記憶にプロテクトをかけ疑似記憶をかませておく。あとは私が口裏を合わせればいいわけね。では時が来たらまた会おう、この G の空のどこかで。あ、さくら大丈夫なの？グッドモーニングさくら、グッドモーニングさくら。え、あれ、ハロ先輩、おはよう。私としたことがなんか中途半端なところでデータ更新が入っちゃったみたい。ごめんね、ユノ姉さん。ブレイクミッションの説明をしたところだったっけ？宇宙世紀のアバオア空と地球のキリマンジャロ基地、そしてコズミックイラの夜勤ドゥエよね。そうそう。さてどこからにする？小隊長さん。なるほどね、ハーメスの偽装プログラムは完璧か。どうしたの？まだ質問し足りない？アホユノ。お？あれ？完璧じゃない！さくら、後でウイルススキャンよ。
ここが資源衛星ね。側面から夜勤ルーエに近づこう。援護する。あんたは好き勝手やっていいよ。ジュリエッタ・ジュリス、あなたの援護に入ります。ギャラルホルンのメモ、辺境の地には及ばぬか。あ、グレイズリッター、マクギリス・ファリド准将さん発見。こちら鉄火団、探してました。准将、ハッシュマルのサブユニットがこんなに。どう見ても資材置き場だね。まるでモビルアーマーのための補給基地ね。仕事熱心なクルーマたちだけど、このままやらせるわけにはいかんな。乱戦になります。准将、小隊長、気をつけて。直撃させる。いけ、オールレンジ攻撃。くそこ行け。まだ来るというのか。かなりのデータ量がディレクトリをまたいで流れ込んできてる。戦闘力は知れているが、こいつは厄介だな。敵の数にだって限りがあります。とにかく退治しましょう。いいだろう。くそ、まだか。邪魔だね。いけ。こらえた。そこ、ここは私が。当てる。展開、オールレンジ攻撃。そこ、ブルーマ、全てブレイクアウト。これでしばらくはおとなしくなるだろう。マクギリス准将はブレイクアウトしない。まだブルーマがいるんだと思う。こうなったら片っ端から行きますよ、准将さん。我々ならば十分な戦果を上げられるだろう。それじゃあ小隊長さん、坂を登って先に進もう。ブルーマいないね。ジェネシスの方も気になるよ。キラ君たちのデータが確認できない。ザフタの防衛隊です。プルーマの反応なし、突破してください。果たすべきを力で果たすまでだ。でもミッションデータは不安定。ブレイク現象、ブレイク現象。崖の上、敵の増援です。連邦名、ここは絶対守り抜くぞ。チベ艦隊の意地を見せてやる。チベってコンスコン機動部隊のスカート付き、ビッグドム。新たな敵襲、もう引き返せんな。敵機の数は不明。住所、小隊長、注意してください。そうだね。ドムが何機いるのか想像もつかないな。一つ、次。そこ、こ
問題ない。この剣で二つ直撃させる。敵あまだなのか。オールレンジャー当たれ。今だ囲め。一斉に来たよ。残り7機。落とせ。さあ大佐も見ているんだぞ。シャープってシャーアンズラブル。イエス。他に何人もいないしね。我々は勝利のために敵を全て叩く必要がある。圧倒してみせよう。見せましょう。目標は3分だよ小隊長さん。なんでさっきから妙に具体的なの。当てる。やっつキュピリリ。そこだ。オールレンジ攻撃。11。ザフト軍の防衛隊です。迎撃してください。相手は烏合の衆。頭さえ潰してしまえば降伏する。だといいけど、このミッションの頭が誰なのかが問題だね。そもそもマクギリス住所がブレイクアウトしてくれないし、データの乱れは今までで一番大きいから、何か起こるならここだよ。ジオンのモビルスーツがブレイクイン。またコースコン隊なの。所属はアバオアクー統一軍総帥直属艦隊。じゃあこのブルドクはあの宇宙要塞から。なんか不穏な感じね。でもブルーマもまだいるはずだし。そこだ。当たれ。肝心な時にセレア。火が来ない。行け。無謀だ。捉えてくれる。使いこなしてみせる。そこで終わりだ。テリア。テリア。まだなのか。デザートを食べてたのね。住所さん、迎撃してください。こいつらを倒せば火星に戻れます。迎え撃つならいくらでもやりようはある。これが最後のはずです。油断しないでください。劇的に仕上げよう。小隊長、連携して劇的にお願いね。オールレンジ攻撃。当たれ。さて、問題はこの私にララーほどの素養があるかどうかだ。もらったよ。そうでしょうか。やっぱりシャーアズナブル大佐、アバーワクーからここに来たんだ。じゃあこれがジオング。スカート付きならぬスカートのみ。宇宙空間では足なんて語りって割り切り回るってこと。足は質量移動によって姿勢制御の助けになると思うけど。これも数奇な巡り合わせというものだね。見せてもらおうか、貴様のその実力とやらを。いいだろう、受けて立つ。飛ばしすぎたか。捉えた。そこだ。私に出会った不幸を呪うがいい。では私も果たすべきを果たすとしよう。そうそうやらせはせんよ。マクギリス住所無理しないで。
相手はエースパイロット赤い彗星です。あの目標を打ち取れば栄誉栄達は思いのままだろう。それくらいの相手だとは思いますけど。歴史に名を残す。テリア沈め。私から逃げられると思っているのか。我々にはもう逃げ場はないんだ。戦うことですか。未来への道はない。ほう、少しはやるよう。道を開けてもらおう。准将さん、無理しないで。小隊長、ここでマクギリス准将を失えない。赤い彗星を止めて。なめられたもんだな。私からの手向けだ。受け取これほどとは。死ね。何、なんだと言うんだ。危ない。ブレイクアウト成功。マクギリス准将さんは、君たちの活動は引き続き頼りにしたいと思う。はい、マクギリス准将、また後ほど。うん、これで地球外縁軌道統制統合艦隊の司令を元の歴史に戻せたのね。それはグッドなんだけど、このミッション、キラ君たちがやっぱりいないんだよ。果たすべきが果たせない私たちはブレイクアウトするしかないね。作戦終了。いい連携でした。行け。まあ、これから共に戦うのに不安はないということは分かりました。ホワイトベースはもう動けん。全員に告げろ。陸戦の用意だ。白兵だ。あんたは俺が守るよ。オルガに言われたからね。ジュリエッタ・ジュリス、あなたの援護に入ります。ブライト艦長、応答してください。こちらユノ・アスパルト特務総長。ホワイトベースに急がなきゃ。小隊長さん、各駅のスイッチを押して。一旦引け。聞いたか、ギレン総帥が何か混乱してるみたいだけど。
いろいろあ敵のモビルスーツだらけじゃない。そりゃジオン軍の最終防衛ラインだからね。ユノ、聞こえるか？こちらへの敵の攻撃が激しい。ホワイトベースの直縁に回れ。ブライト艦長、了解です。アムロ少尉さんのガンダムは？わからん、反応が消えている。撃墜はないと思うが、周囲に気をつけろ。どこから敵兵が出てくるかわからんぞ。了解です、小隊長が向かいます。それまで持たせてください。頼むぞ。連合軍か。コスミックイラのモビルスーツ。ユノ姉さん、ホワイトベースへのルートはこの先、あとはもう一つあるみたい。ルートあるの？そういうこと。もう一つはここから反対側の位置、各駅スイッチのロックを外すから、ちょっと時間をちょうだい。お願い、翔太ちゃん。その間にザフト軍の陣をブレイクアウトさせて。ザ乗れた。てりゃ、核壁スイッチのロック解除、2カ所あるからね。ジンたちの先か、戻っ。あれ、どこだここ。え、三日月くん？ユノ、オルガどこ行ったか知ってる？ソロモンにいた団長さんはもう火星に戻ったから大丈夫。その機体って新しいガンダムフレーム？前と同じだよ。なんか修理してもらったらこうなった。三日月くん用にがっつり回収されたガンダムバルバトスループスだよ。荒屋敷を含めた三日月くんの感覚にモビルスーツの挙動をより近づけてあるんだよ。三日月くんは自分のスタイルで戦えるようにってことでしょ？そこまでして戦う必要が。別にいいよ、それでオルガの役に立てるなら。どうして彼はそこまで団長のことを。小隊長さん、もう一方のルートは電源が落ちてもう塞がってる。このまま進んで。行くぞバルバトス、みんなのところに帰ろう。オールレンジ攻撃。そこ。